ファイザー打ってきました。どうもー、加藤博之です。今回ね、コロナワクチンのね接種をしてきたんですよ。まあ、一応高血圧症っていう、まあ、基礎疾患を持ってるので、まあ45歳ですけど、ちょっとね接種の方させてもらいました。まあね、打たないリスクより打つリスクの方がはるかにいいので、ね、高血圧もなんか重なんかコロナにかかると重症になりやすいみたいなことが書かれてたので、そういうのもやっぱね心配じゃないですか。なので速攻で打ってきました。そうですね、僕の滞在時間は25分、もう早かったっすよ、めちゃくちゃ。だからその15分間の待ち時間あるじゃないですか、そのアレルギー反応が出るかもしれないって、その待ち時間含めた15分含めての25分ですから、もうあっという間ですね。流れの方を説明しますけど、こんなん送られてくるんですよね、予診票っていうのね送られてくるんで、これをもう家でチェックします。パン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 パーンパーンって、で会場に着きました。で会場に着いて、で入り口でこうピッて測られるんですよ、体温ね、今の体温で OK 出ると中に入ります。予診票のチェックされるとこに通されます。でパーッとチェックしてみて、あ、 OK ですみたいな、同意書か、同意書をサインするんですよね。加藤博之今日の日付みたいな、先生の問診があって、で僕の場合はその何だったかな、血圧下げるアムロビピンでも、まあ、書いたんで、あ、今アムロビピン飲んでるんだね、はいそうです、うん了解だよみたいな、でちゃ大丈夫だよみたいな、それでさーってもう1分もいない本当で、次は接種コーナーで、ね、一旦歩きましたら、もうすぐ空いてますよっていうので、あ、じゃあそのままスーッと入っていって、看護師さんがいて、でもう椅子をこう左手でこうなんかこう座れるような設定ですよね、ここに打つ人がいて、で僕のこうもう歩いてる姿をもう見た時に、右の方がいいですよねみたいな、どっちでもいいんだけどって思ったんだけど、僕はじゃ あのすみません、ちょっとめくれないんでってみたいな、でめくってもらって、めくれる人にはこうやったら、てか白かとちゃん、あ、めちゃくちゃ白、あ、まだてか貼ってやるあれだから昨日はシャワーだけか、パンってこう打ってもらったんですよね。で終わって、で15分間こう携帯ついて遊んでたら、あ、もう時間になった、じゃあ帰ろうみたいな、さて、まあ、25分で終わっちゃいました。翌朝副反応、じゃあ何が起こったか、倦怠感とか発熱とか全くないんですよ。超ニコニコ受けてちゃんだよーみたいなこんぐらいなんですけど、ただ一つ痛いかな、ほんと。でこういう動きはできるんですけど、このここからも上がらない、痛いっていう感じですよね。これできたらね、剣側じゃない方で打ちたい、麻痺側で打ちたい、結構不便なんですよね、この動作が。これが2、3日ぐらい続くみたいなんですけどね、またまあ明日にはなるかなと僕は思うんだけど、こうね、なんかこう使える腕がこの痛いとなると、っていうちょっとねそういうとこあるんで、僕次回は麻痺側の方で打ってくださいってお願いしようと思ってますぐらい、まあちょっと僕の場合はちょっと痛みが強いかなみたいな、まあ、こっから四十型みたいな、普通だってもうピョーンって、あった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 ってそんな感じなんですよ。まだこっちのまあこういう風に使えるから、まあ日常的には問題ないんですけど、ペンもこう持てますし、ただなんかこうちょっとした動作、いつものようなこうやってやろうとした時に痛いなみたいな、そんな感じで、まあ朝一は、まあ朝起きてからもう何時間かな、5時間ぐらい経っているんで、だいぶ痛みの方は取れてきましたけど、まあ痛かったっすわ、朝は。ほんと手が上がらなかった。明日にはなるかなっていう感じでございます。これが加藤博之がコロナワクチン接種した流れと、接種した翌日の副反応はどういう状況かっていうのを今回お伝えしました。それでは今日一日、あなたが素敵な一日を迎えますように。加藤博之でした。それでは、じゃあね、バイバイ。本日もご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、いいね、高評価もお願いいたします。それではまた見に来てください。待ってまーす。バイバーイ。